くれたんだ。あの手紙、君が。いつか誰かが言った。あの、始まりがあれば終わりがあるように、出会いがあればまた別れもあるんだと。お昼はごめんね、いきなりでびっくりしちゃって、つい。いや、ああそうだ、これハンカチかな、朝落とした。嫌いだとか好きだとか、一番最初に言い始めたのは誰だと思う？好きです。はい。春の風が運んできたいくつもの出会いを。あなたのことが好きです。俺は決して忘れることはないだろう。オリジナルテレビアニメーション恋愛フロップス2022年10月放送開始。